ちくわ、メドツです。今回は、品そばの老舗、塩出さんに来ました。いろいろな、ラーメンがありますが、メドツは、昔ながらの品そばが一番好きです。そして、地元では、ここ、塩出さんの品そばが一押しです。ラーメンの味もいいですが、昭和な感じの店構えもいい味出してますね。お邪魔します。お店の中も、いい感じの昭和感ですね。メドツは、いつも奥から2番目の窓際の席に座ります。壁に、ウミガメが飾ってますが、ウミガメのスープはありません。何を頼もうかなーって、メドツは、品そば一択なんだけどね。品そばが来るまで、少し店内の様子を。温かみのある、使い古した可愛い椅子ですねー。窓から差し込む日差しが、ちょうどいいポカポカで気持ちいいなぁ。懐かしさもあり、落ち着く空間と、店員さんのおばあさん、あ、失礼、お姉さんがほっこりするんですよねー。お、来た来た、鶏ガラと煮干しの品そばです。湯気が美味しさを演出してくれますねー。しっかり見てもらいましょう、ドドーン。やっぱり、醤油だしには、縮れ細麺よねー。最近、とろける系のチャーシューが多いですが、ここは、しっかりお肉の味が味わえる、厚みのあるチャーシューです。メドツは、まずスープからいただく派です。皆さんは、麺からかな？ごくり。さっぱりして、うまい。食べた食べた、満足。スープも残さず、いただきたいところですが、そこは、ちょっと我慢しましょう。美味しゅうございました。皆さん、おにぎりもつけてセットで食べる人が多いですが、メドツは、小食なので品そばのみで、お腹いっぱいです。もし、来られる人がいたら、おにぎりも人気なので、ぜひ、セットで食べてみてください。さて、お腹も満足したし、帰りましょう。お客さん少ないと思ってるかもですが、店内にお客さんが多いと、撮影が迷惑かなと、お昼には早い時間に来ました。食事時には、駐車場もいっぱいになり、かなり混んでるんですよ。いかがでしたか？ちゃんと、美味しそうに撮れてたかな？涼しくなって、食欲の秋本番ですね。食べ過ぎに注意しながらも、いろいろ美味しいものを食べたいですねー。では、またです。